あ、来た来た来た。あ、いや、帰ってきました。うん、なんかさ、新しいやつ10とか以上のやつだと見えますか？カメラのやつ広いんだね。なんか広範囲が映るって感じする。見えますか？あ、ね、7とかはできたんですね。できた？あ、よかった。え、やば、もう2000人来たんだけど、ほんと2700人もずっと混ぜてくれたのかな。一回切れてないのかな。ずっとみんな多いってめっちゃ言ってました。切れてないんだ、うん、こんばんは。一回切っても切れない時あるよね、たまに。ありがとうございます。でも15分経ってないとめっちゃ綺麗になってる。え、それな。こんばんは。新しい携帯で初めてやった。ラレンさん、ハートありがとうございます。ありがとう。こっちに見てさよ。ありがとうございます。お疲れ、ありがとう。今からアフター配信です。さん、かわいい。ありがとうございます。ゲンナ、こっち来たさん。カメラだった。ハート、ありがとうございます。ふうくんなら、ありがとうございます。ありがとうございました。ついて、やったね。つばこも高校入学以来に秘書編集。そう、その予定です。これってさ、ないよね、台本みたいなやつ。ないないない。なんだなー、楽しかった。そう、2台リレー配信したらギガ節約できる。頭いい。カメラ高性能水だって、すごっ。やっぱり、でも私のやつは壊れてたから。クロちゃんうまかった。大丈夫でしたかね。よかった。うん、ああ、ね、落ちない。落ちなくても平気じゃない？うん。だからでもさ、キュウキさ、うん、なんでコラボ配信解禁されたからレア感がない。確かに。あ、そうだ。レアではなくなりましたけど。レアではなくなったけど、なんか今でもさ、ダメって思っちゃう。自分が映っちゃったみたいな感覚ある。白メガネのサミーさん、ありがとうございます。だるま、みんな8時以降とか配信するから、ありがとうございます。映れない。でもコラボ配信しますって言ってやったことない気がする。確かに、映り込んできたみたいな感じが。ね、ぐちゃんハートありがとうございます。鍋かずさんハートありがとうございます。でもさ、なんかさ、うん、割とさ、うん、コラボ配信 OK になる前からさ、うん、なんか普通に映ってた。ちょっと映り込みをよくやってた。映り込みだから OK みたいな。なんかダメな理由よく分かんなかったよね。なんかさ、先輩とかさ入ってきてもさ、うん、禁止ですとか言えないからさ。言えないよね。全然やってた、ね、先輩とかはね、めっちゃ普通に2人でハート作ってくださいやって。ハート、あ、そういうこと。話せない。よいしょ。あ、いい感じ。めっちゃ良い。ハートじゃない？ハートです。ハートだよ。ハートです。スクショ。ハート。スクショ会。そう、アーヤとマコのコンビは。コンビはないよ。配信のレア。レア。ね。ね、マジで差が必要すぎて、ショールームこれからしたいんだけど。いいね。え、早く機種変したい。いいね。です。うん、前までアーヤと、あ、もうセブンだから。セブンですか？セブンですか？ですか。みんなにさ、仲間だったね。超バカにされて。でももっとね、あの強い、うん、そのものがいるから、キュウキュウ池田楓っていう強いパソンだって。すごいよね、あの iPhone6 強きってめっちゃみんな言うじゃん。いいな、めっちゃ欲しい。昔さ、なんかさ、もともとのやつがインカメ壊れててさ、うん、おかしかったからかもしれない。みんなね、その成長にびっくりする。感動したよ。感動する。感動。私たちはこのハートで感動させられたんだ、人を。強い。嬉しいよ。あ、チョコ食べる。あ、食べる。いやね、チンチコチン見てくださった方は分かると思うんですけど、うん、なんとご褒美チョコをいただきました。イエーイ、はい、嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。ブラックチョコみたいな。美味しかった、これ美味しかった。え、黄色の食べた？美味しかった。あ、なんだろうね、こういうなんかお花みたいな。これなんだろう。おお、すごいすごい。なんだろう、黄色一発。うん、あ、パッションフルーツか。え、どれにしよう。さっき手洗ってきたんだ、えらい。うん、これかな。
ちゃいやつ。かわいいんだよね。これクローバー、バレンタイン嫁まこ、バレンタイン嫁まこ、バレンタインっておめでとうなんだね。ね、バレンタイン意外と苦いやつ。これ苦い、苦いに食べれるかな。うん、これどうね、うん、うん、ちょっと苦いか。絶対高いよねこれ、うん、高そう、うん、絶対にこれ食べる勇気はないでかいなんか書いてあるし、うん、なんて読める、お店の名前とか、ハルファム、うまっ、うん、うん、とろっとしたやつ出てくる、出ない系かも、おいしい、いい音、ASMR、うん、すごくない、落としたの、ね、パキッと音、うん、元気の源なんて書いたんだね。なんかさ、うん、ナオさんに投げたチョコがさ、うん、なんかもう20個ぐらいずっとバーって入ってたの、うん、それの1個になんか F って書いてあったの、うんうん、これなんか F だからなんか、うん、古畑ってなってんのって言って、うん、たまたまですたまたまでした、たまたまだったの、はい、すごい運命、うん、落書きどうぞ、どういうこと、うん、あ、これいや、私怖くて書けないですね、残りそう、なんかね、キミちゃんやった別な、エゴサ出る、そう、うん、この話昨日しちゃったんだよね、全メンバー出る前になんかさ、うん、28も立ち直ってきてねみたいな、うんうんうん、言っちゃったのあ、やばいって思ってたけど、なんかその前にエゴさんもやってたらしい、うん、だからこめっちゃエゴさん出るらしいみたいな、あ、そうそう、エゴさん言っちゃったらしい、そう、なんかさ、鉄のなんでさ、出すの遅いんだろう、出演メンバー発表がついつい、うん、遅いみたい、みんなからしたら、うん、そう、だからなんかついつい言っちゃいそうになる、もう発表されてるかなって思っちゃう、うん、S は出てる、うん、29はもう出てる、今日鉄の出た、昨日か、あ、じゃあ出てた、そう、あれ違うか、ね、どうだか出てますか、え、めっちゃコメント来ないだけかな、止まってるコメント来ないだけ出てる、うん、コメントのね、29出てるって、あ、出てる、よかった、S、 S 最後の明日の青が楽しみ、そう、明日青がだ、そう、明日青が、そうです、もう首が痛すぎてどうにかなりそう、一緒しようとね、以上気が出た、あ、出たんだね、いっちゃい、めっちゃ休憩いるよね、 S、 よろしく、すごいS です、クロちゃん描くマジうまい、あれうまい、うん、だからもイメージはめっちゃね、あったね、ご飯食べてない、久しぶりにサーヤが出る、確か、うん、明日楽しみですね、なんだっけ、なんか言おうとしたんだけど忘れちゃった、なんだっけ、なんだっけ、なんか言おうとしたんだけど、5000円はしないやろこれ5000円はめっちゃ高くない、そう、コメントのね、表情めっちゃでっかくしたら超見やすくなった、なにこれって思った、なんか設定でコメント特大みたいな、へえ、人がすごいね、顔近づけないでも見れるようになりました、29の声出ますか、出る、あれでしょ、もう出たんですよね、うん、公式サイトを見てください、1000円高くないよ、高いよ、高いよ、チョコだよこれだよ、お洋服買えるよ、これに5000円、1000円かける普通、いくらなんだろうね、めっちゃ気になる、調べちゃいそう、調べちゃい、見てないわ、さすがに、あ、ガービーニベック、あ、お店なんとかって書いてある、高え、怒られた、高いわ、あやし、あやも出てねだって、あやも明日多分出ます、出るよね、うん、出ます、うちも出てねって、その出てねはね、私に言われてもね、ちょっと困っちゃうんですよね、うん、実はね、握手券5枚と考えたけど、握手券って高いんだね、え、ありがとうございます、皆さんいつもたくさん握手会来てくれて、別の姫たんも出現謎の報告何姫たん出てきたおお、お、そうか、一応使わせ、何の話や姫たんも、姫たんも出現って私は久々じゃないか、そうでもなくて、ね、そうでもない前回はいなかったけど、あ、何気に鉄の毎回いる、いや、なんか一回二人だけの時あったよね、うん、あった、あーやと二人だけの時あった、青が、青がじゃない、鉄の出た時あって、
あれあの時めっちゃ謎だったよね。すごい急に名古屋行くのに片道5000円さ。そうなのか。え、意外、ね、意外とでも私たち1万とかじゃない？新幹線だと。お年玉どこなんだろう。大阪とかってそんぐらいじゃない？どんぐらいなんだろう。ギリギリ東京の手前ぐらいのとこなのかな。すごいですね。すごい、みんなアバターそれなんだね。ね、本当嬉しい。今日めっちゃ多いね。いや、今日私もタラッパ書こう。誕生が近地かつの世界。あ、時計ないよね。あ、ない。どうしよう、急に。あ、でもあ、こうある。どうしよう、15分お腹すいた。何食べよう。何がいいと思いますか、今日の夜ご飯。オムライス。あー、コンビニのうん、言ってるかな。名作ウニヤマ。ガパオライス。ガパオライスって何？美味しいよね。美味しいね。でも目玉焼きのやつ硬くて苦手かもしれない。硬い目玉焼き好きならいいのかな。もやし鍋、ロールキャベツ。パンライスか。タイ料理。昨日は夜ご飯は、サバを食べた。おお。あ、食べてたね。レンジで。なんかみんなお弁当を温めてるのに、なんかサバ温めた。そう、サバ温めてた。面白かった。めっちゃサバ臭。ペヤング食べたい。ペヤングずっと食べてないな。ね。なんかさ、チョコみたいなのなかったっけ前。え、あれないっけ。チョコじゃないっけ。それは別のやつだっけ。わかんない。激辛のさ、やつさ。あー、激辛ペヤング。リョーハさんがさ、ショールームじゃないんだっけ、あれ。YouTube でやってた。下にきなこ棒いっぱいあるんだけど、うん、あれってさ、いつ買ったの。この間、一昨日くらい。前にもあったやつ。あれきみちゃんですよね。あれきみちゃんが昔買ってました、ね、あ、きみちゃんか。あやかと思った。そうなの。あれ古いのかと思ってなんか大人買い流行ってない最近、ね、えなちゃんもなんかカルパスみたいなの買ってた。あ、なんかえなちゃんも初めてカルパス食べた。マジ美味しかった。あれめっちゃ好きなんだけど。美味しいね、カルパス、うん。あんなちっちゃくていいのって思う。ペヤングケーキ味。ペヤングか。え、ペヤングケーキ味。ケーキ味やば、やば。カルパスって何？めっちゃ好き。なんかサラミみたいな食べれるってやつです。もうイカ部分収束したな。収束しちゃい。え、でも食べてないけど好きだよ。美味しそう。そば飯美味しい。甘のシイカね、なんかあんま売ってなくて、で入手困難で、あんまり食べれなくなっちゃった。めっちゃ最後買ってあった。ちょっと飲みたい。入れてあった。あやはリンゴ酢やめた。あやリンゴ酢飲んでた。私はリンゴ酢じゃない人だよ。ふゆちゃんじゃないの。うん、私リンゴ酢さんそんな好きだ。人違いしちゃダメよ。でもみんな飲んでたよね。きみちゃんとえなちゃんと、流行りにね。めっちゃ私そんな好きじゃなかった。リンゴ酢はなんか酢って無理だなと思って飲んでない。いちご酢なら。いちご酢なら多分、あるの薬局にね、売ってた。すごい。人違いしてしまった、ごめんだってふゆちゃんだよ。ふゆちゃんだよ。水素水は流行ってゆっちだけ飲んでますゆっちだけ飲んでます。ココナさん今日イカパーティーしてる。本当？そうやろ。どこにいんの、ココナさん。ココちゃん、あや首、いや治ってない。マジ痛い。本当に痛い。なんで黒石のせいなんだよね絶対失敗はんなきゃ。初めて黒石やった時と同じくらい死んでる今。え、わかるかもそれ。本当にやばい。初めてやった時、背中と、いててよかったな。背中と肩と首と、ここもこっちも痛い。いやー、マメでイカパーティーしてるって来てたよ。ずるい。で、そう、あーやと坂井ちんちこちんしてる間になんかおつたんさんのグループめっちゃ動いてた、うん、久々に。最近きみちゃんしか来てなかった。きみちゃん、なんかおつたんさんのグループ全然使ってなくて、なんかおつたんさん使ってないんだ、解散ですかみたいな LINE が来てて、なんかね、すごいたくさんコメントじゃない、来てた。これからたくさん殺しやるの。私これからたくさん殺しやるの。なんで、え、それは衝撃なんだけど。どこ情報それは。逆にやれなくならない。殺し初期のおつまこさんの頃石は衝撃だった。なんだっけ、なんだっけ、なんとかタイム、スーパーおつまこタイムって言われてた。何それ。なんか勝
当に、なんか和歌の殺しが絶望的に下手くそで、和歌やばい、なんかこうやってた。なんか痛い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 。なんかあの昔はみんなで揃えてた、同じ体勢でみんなやってたんだけど、うん、それがどうしてもできなくて、なんか回してたの。もう殴って殴る気持ちでって教えられたから殴ってたらなんかもう困ってたみたいで、スーパーおつまこタイムみたいな。いや違うんだ、その前だ、その前のステップが絶望的に下手くそでできなかった。スーパーおつまこタイムって何？そうスーパーおつまこタイムってすごいバカにされたんですよ。みんなにみおさんありがとう。あ、よかった、荒れたけど、ね、それの、まずちょっとなんだよね、大好きな買わなきゃ。これは川見にもらった香水、ね、誕生日にもらって、もうすぐなくなりそう、うん、オースのなんとかのオムライス美味しいよ。オムライス食べたい。オムライスは栄のとこちょっと食べた。私と卵みたい。あ、わかる、あれ美味しそうだね。白いオムライス食べたい、うん、あとポムみたいな。あ、あそこ行ったよ、この間、キミちゃん。それが食べたいんだよね。あ、めっちゃ筋肉痛が、腕やばい。明日エゴさんとオムライス食べに行く約束したら、うんうん、ナオさんと言ってた。エゴさんがマコリンさん、クマ、めっちゃクマ持ってんじゃん、この人。マコリンさん、マコリンのところに、マコリンさん、マコのことのところにいない。クマありがとう。マコリン、マコリンさん、めっちゃクマ持ってるよね。クマ、明日頭飛んでいかないの、ね、行きます。中井の地下街のお店行きます。あとね、星のコーヒーも行ってみたい。私コメダ行きたい。コメダ、ね、コメダも行ってみたい。コメダは行ったことあるけど、とね、なんかコメダのコッペパンみたいなのがあるみたい。うん、地下街モーニングでしょ。モーニング、モーニング、いやじゃなくて地下街にコメダコーヒーのコッペパン屋さんみたいな、うん、それあって美味しそうだなって。へえ、うん、硬、うん、い、うん、で甘くない。うん、甘い。なんかアーモンド系の味しないの。ね、違うのかな、こっちと。なんて言ったらいいの、怖い。めっちゃコッペパンのモノマネしててきたんだけど、うん、やばいコッペパン食べたことあるのかな。うん、コメダ、コメダ行ったことないな。ほんと白ノワで食べたことある。へえ、うん、いいな、美味しい。あ、一回だけなんか、うん、なんかファミレスであるわ、うん、ジョナさんかなんか。ジョナさん、筋肉痛大丈夫じゃないです、うん、全然大丈夫じゃない。明日大丈夫かなって感じ、うん、明日は青がスーパーおつまこタイムって英語で書かないでよ。あ、クマ、クマだよ、クマ、あ、マコリンさんこっちに来てる。クマ、クマ、クマどっか行っちゃったんだけど。あ、ブログだけ忘れてた。私はね、ブログの写真決まってない。あ、昨日ブログだと思ったら過ぎてました。行きたいやつかブログ、ね、最後のブログなんです、研究者ブログ、うん、からこの記事は大事。何の写真にしようかな。まこちゃん投げたよ、まこりんさん。まこ仲間やからね、だってかわいい、ね、仲間なんです。志田さんも首痛いし、え、そうなの。ツアー、ツアー楽しそうだった。めっちゃまこ仲間ブログ忘れるのがすごい悲しかった。ちょうど楽しそうだった。超うつまこタイム、明日の青が多分最後じゃないと思う。え、グラコロあんの。マックじゃん、ね、マックのさ、マック行きたくなって。一時期あったよね、シェイクシャック行きたい。んシェイクシャックに行きたい話はキャマンティーとずっとしてた。シェイクシャックって何。ハンバーガー屋さんなんだけど、あれエビスにある確か。そういうやつか、でっかいやつ。でっかいかな、このポテトが、ポテトもいい、グジャグジャのギザギザの、うん、チーズのもの、めっちゃマジで今まで食べたハンバーガーで一番美味しかった。そう、食べてみたいな。あ、白眼鏡のトミーさん、あ、クマ、クマちゃん、クマちゃん、息ついた向こう。あ、向こうか、びっくりした。シェイクシャック東京と大阪しかないんです。そうなんだ。え、東京にしかないやつさ、今度食べに行きたい。マジで美味しいな。え、ネギシ行きたい。あ、ネギシ行こう。ネギシ、ネギシさ、前初めて食べて美味しかった、うん、美味しいよね。トルネードポテト美味しかった。一緒に食べてるね。うん、食べた昨日も、この間も、ね、食べたの。特大のやつを4人か3人かな、4人4人秒でなくなった。なくされた、秒で終わっちゃった。今度一番目、ブドウ入ってるやつ食べたことないから
それめっちゃ食べてみたいなって思った。うん、ハンバーガーもした派。モス名古屋に来てから全然食べてない。モスチキン昔好きだった。モスチキン美味しいね。ネギシいろんなとこにあるよね、東京だと。ネギシはね、ほんとどこにでもあった。うん、どこにでもある。いちご飴東京にあるって言ってたっけ。東京にもあるけど、東京のさ、とこめっちゃ混んでない。ね、名古屋が一番、うん、あの場っていうのでいい感じ。みおさん、くまちゃんだ。その子ラーメンは食べない。たまま混ぜそばは食べたことはないです。いっぱいくまくれる。ラーメンはあんま食べないです。やった、かわいい、ありがとうございます。ラーメンを全然食べられない。熊だ、熊。熊。熊。スガキヤラーメンは2人で食べた。あ、スガキヤラーメンは。スガキヤラーメンはカップ麺しか食べたことない。お子様セットは食べたことある。美味しい。目相模行きたい。え、まこさんあと5分。やば。やば。あ、いっぱいが熊来てた。ごめんね。ちっちさん、熊ありがとう。ござい箱。ありがとう。あと5分なの？早っ。やば。やばいんですね。りんちゃさん、ハートありがとう。なんだろうさんとラーメンおじさん、花束たくさんありがとうございます。ラーメンおじさん、バラありがとうございます。ショールームさんやろうかな。すごい、全然コメントじゃない、ギフトの方見れてなかった。ショールームさ、ここでさ、うん、一緒やっててもいいかな。いいと思う。一緒じゃないけど。あ、一緒なんだけど。一緒一緒。なんか下の部屋さ、なんかさ、あれなんだよね、うん、私の穴場スポット、ショールームの穴場スポットが使えなくなっちゃってさ、うん、え、そうなの。うん、そこのあるいつもいるとこ、うん、ベッドそこ机ベッドじゃない方、じゃない方、うん、机の方のさ、うん、穴場、うんうん、あるじゃん。あそこが使えなくなっちゃって、うん、マジだからここでやろうか。くまくん、たっちゃん、バラたくさん、くま、ありがとうございます。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、ハートたくさんありがとうございます。ラーメンさん、小判たくさんありがとうございます。声だけがないんだ。しょうゆことさん、お疲れありがとうございます。でも全然コメントじゃない。まこさん若いんだね。そう、まこさん若いんですよ。まこさんね、あと5ヶ月とか3ヶ月。え、8時までしかできないの？なんで急に2時間できるの？え、なんだっけ、4月とかになったら21時。あ、そういうこと。で、5月誕生日だったら。その期間何？その期間何？そう、謎だよね。まこさんまだ8時までの女の子なんですよ。今メール来た。ジュッキーヘベア、何ジュッキーベア、ごちゃまこ、ごちゃまこ。じゃあランキング見たいと思います。いきます。13位、まこりん。まこりんさん、ありがとうございます。12位、ちっちさん、ありがとうございます。11位、大吉48さん、ありがとうございます。10位、いなくなってしまったら、ありがとうございます。アフター配信ではなくて、ありがとうございます。普通にショールームをしたいと思います。7位、おうくん、ありがとうございます。暇ですか、みんな。6位、山本店、ありがとうございます。暇だったら見てください。6位、5位、みかんくるくるさん、ありがとうございます。4位、げんちゃさん、ありがとうございます。3位、斉藤さん、ありがとうございます。2位、ふうくん、ありがとうございます。そして1位はズルルルルルルルヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。あと3分、アフター配信、毎日アイドル継続、メモ、ありがとう。ピース。毎日アイドルやん。毎日アイドルね、結構意外と行ったんだよね。20? 朝やってるの？朝学校すりましてる。20? 首大丈夫？死んじゃう。めっちゃ香水いっぱい持ってるやん。俺がなんかこっち使ったけど、こっちの方が好きだったから。うん、スクショ。あの箱27日目。すごい。すごい、1ヶ月じゃん。もうすぐ1ヶ月。嬉しい。スーパースクショタイム、ありがとうございます。明日も朝配信、明日公演なので朝配信します。明日って2回公演？うん、違うんだ。昼だけ、昼じゃないか、1回公演だけど、うん、夜できないから、なんていうの、 あれ5時からしか配信できない。